どうしたら毎日勉強できるのか。 Hey guys, I'm Marisa Nanase. 皆さんこんにちは。知識レビューをしている勉強マニアの Nanase です。社会人の方にとってほとんどの方が勉強を自分の意思でしていると思います。独学ってやる気が必要とか、始めたもののやる気が続かなくて、そんな方も多いのではないかと思います。今回こちらのベストセラー本、無敵の独学術の中でひろゆきさんがモチベーションについて話されていました。その内容がとても衝撃的、かつモチベーショナルスピーカーの資格を持っている私からしても最もだと思う内容でしたので、知識のレビューをしていこうと思います。ひろゆきさんによると、そもそもやる気って存在しないと言われてるんですね。やる気があるから行動できるんじゃんと思うかもしれません。しかし人間が本来持っているのは、今やっている行動をそのまま続けていたいという意識だそうです。ストップ、これとても理にかなっています。人間はもともと狩りなどをして生きてきたわけで、今の生活を維持しないといけないという意識は本能的に備わっていますよね。今やっていることをやめたら昔なら死んでしまうからです。私も海外ドラマが大好きなので、夜寝る前についついドラマを見てしまって、もうやる予定だった勉強をすっぽかしてしまうことがあるんですね。これは勉強をするやる気が起きないじゃなくて、ドラマを見ていたいという気持ち、つまり今を維持したいという気持ちが強いからっていうことなんですね。まあ、ゴロゴロしてたいとか、このまま YouTube 見ていたい、本当の原因はやる気ではなくて、今の状況を維持したい気持ちが勝っているからだということです。ではやる気がないならどうやって行動しているんだってなりますよね。このあたり本当に分かりやすくひろゆきさんの本とか動画で解説されていると思うんですけど、まあ、結論を言う、人間が行動を起こす理由はやる気ではなく報酬と恐怖です。報酬というのは、これをやることによって得られるメリット。TOEIC 800点以上取ったら会社からの給料が増えるなどですね。お金だけではありません。転職の選択肢が増えるとか、海外で外国人と話ができるなど、まあ、ありとあらゆるメリット。これが動機になってきます。一方で、恐怖。これは例えば、痩せないと彼氏から振られるとか、極端な話、これをしないとこうなるから、それを避けるためにやらないといけないという状況のことです。この報酬と恐怖を巧みに使ったゲーム、知っていますか？そうです、全世界でヒット中のネットフリックスのイカゲームですよね。まあ、知らない方のために簡単にネタバレなしで説明すると、お金に困っている人たちが賞金がもらえるからという理由でいろんなゲームに参加するんです。例えばどんなゲームかというと、だるまさんが転んだとか綱引きとかなんですね。で、初めはみんなお金がもらえるからって言って頑張ってるんですけど、ゲームに負けるともうその場であの世行きというのが判明します。そうするとみんなより必死になってきます。まあ当たり前ですよね、自分の人生がかかっているんで。これぞまさに報酬と恐怖のダブルコンボ、イカゲームにまさかモチベーションを上げる最強の方法が隠されていたなんてという感じでした。まあね、もちろん皆さんが勉強に人生をかける必要はないと思いますが、まあ、これをしたらこんなメリットがある、こんな自分になれると思い描いて、今日今これしなかったらこんな悲しい自分になってしまうという恐怖を想像します。そうすると行動に移せられるということですね。モチベーションって確かに好きなことは上がるし嫌いなことは下がります。では嫌いなこととか嫌なことってどうすればいいのか。例えばこれができたら焼肉だみたいな感じで自分の好きなことにつなげて報酬を作ったり、これをやらないとこんな風になってしまうという恐怖を煽れば、何でも嫌いなことでも行動に移せるようになってきます。実際私も中国語を再度学習し始めたきっかけが実は恐怖だったんですね。あの夢の中で一人で中国のレストランに行っていて、全然言葉が分かんなくて通じなかったんですよ。今思うと、まあ、別にね、英語とかジェスチャーでどうにかなると実際は思うんですけど、まあ、そんな時に言葉が分からない、伝わらないってこんなに不安だしもどかしいんだっていうのを感じて、少しでもまあ旅行くらいは中国語ねできるようになりたいなという理由で勉強を再開し始めました。今勉強している韓国語の方も毎日 1,2 時間やってるのは、韓国語が分かるようになっている自分を思い描いたりとか、韓国人と喋ることできるのを想像したりとか、韓国ドラマ見てね、あと英語も中国語も韓国語もできる七瀬アリーサが世界を舞台に仕事をしていると、そんな自分を思い描いてワクワクしているからなんですね。まあ、ついでに言うと、お金とか時間すでに結構投資してしまっているので、もしこれでね韓国語話せなかったら
全部お金も時間も無駄になっちゃうっていう恐怖もあります。もう走り始めたらもうゴールしなきゃいけない、そんな気持ちです。でも多分韓国に気軽に旅行できる世の中になったら、まあ、一人でねもう行く日程っていうのを決めてしまうとより必死になれるかなと思います。あとはもう半年以内に韓国語を話さないと人生終わるくらい追い込まれると嫌でもねやるようになると思います。まあ、できれば want to したいという気持ちで行動するのがおすすめですが、私みたいに追い込みたい時には have to しなければならないを使います。ぜひ皆さんも報酬と恐怖を上手に使って行動に移していきましょう。結局一番ダメなのはやる気が出ないと、やる気を言い訳にしていることです。そのやる気は言い訳でしかない、存在しないものなんですね。だから皆さんがちょっとでも行動に移せるよ、この動画を作ったので、ぜひ今後もしまたやりたくないなとか続かないよっていう気持ちに陥ったら、この動画に戻ってこれるようにチャンネル登録と高評価しておいてください。ということで、私のチャンネルでは他にも皆さんが人生で活かせれる知識をビジネス本や自己啓発書からアウトプットしていっている大人のための勉強チャンネルです。皆さんが行動に移せますように。では、See you!